じゃあ、行きますよ。行きます。ザ・テレビジョンをご覧の皆様、北村匠海です。今日はですね、あのライブのツアーファイナル。なんで？ツアーファイナルでした。おここでメンバーを紹介したいと思います。じゃあ、これがディッシュだ。大地が入って初めて俺たちもツアーをやってっていう2ヶ月ぐらいやってたんですけど、いろんなこう困難を乗り越えながらっていう言葉がすごいふさわしい、すごく意味のある、でもこの5人だからこそ乗り越えられたもの多分きっと多かったと思うし、何よりも大地がすごい楽しそうだったので僕らも良かったです。ツアーの半分ぐらいを僕休んじゃったんですけど、そんな中でも4人で、ツアーをラストまで持ってきてくれたっていう本当ありがたさと、なんだろう、メンバーの改めてすごい頼もしいなって思いましたし、なんか久々にスラッシャーにも会えて、なんかディッシュやってこれてよかったなとか戻ってこれてよかったなって思えたもうライブでしたね。やっぱなんか達成感がやっぱすごいあったなと思って、このライブやっててなんかもう全部今日終わって、ああやっぱ終わっちゃったなっていう寂しさもあるし、その分だから楽しかったってことだし、なんかもう早く次のライブとかがやりたいなっていう気持ちでいっぱいですね。そこはなんか具合でよっ、 OK、 はいはい、はい、今に登りたいせーの、ここまで頑張ったな、しかもしっかりと毎回ちょっとずつ上手くなってるから腹立つね。正面に入ってたら逆にかわいいにゃんってやって今日もかわいい気持ち悪い、もういいや。気持ち悪い。気持ち悪い。もうちょっとかっこいい顔してくれるかな。そっち側のやつ。今日やっててすごい楽しくて、でまあセットリストは今日のやつは変えてないやつでやったんで、なんかこう今までライブでやって培ってきたものを今日は出し切れたなっていうのと、まあでも本当会場会場によって一曲一曲が全然違う顔を見せてくれるんで、今日はなんかそれまたなんか違う顔を見せてくれたライブだったんで、ファイナルまでなんか飽きることなく本当に、元はなんかセットリストも変えていこうみたいな話だったんですけど、面白すぎてこのセットリストが、何回同じセットリストをやってもすごい一回一回メンバーが成長してるんで、毎回楽しめる感じがその目に見えて分かったので、本当大地が入ってきてくれてバンドとして一つ進歩できたのかなと今回思いましたね。結構もう何回もやってきてたんで、僕らの中でも絶対にいける、盛り上がれるっていう結構自信のあるセットリストだったんで、もう今日は、ね、出せるもん全部出して帰ろうってメンバー話してたんで、全部出し切れたんで良かったです。この騒がしい楽屋がディッシュの楽屋です。あーマジ痛かった。
あ、僕は静かなんで。僕はすごい静かな。気取るのやめた方がいいと思う。僕すごい静かな人なんですよ。マジですか。ちょっと メンバーにちょっとついていけなくてね、困ってるんですよね。ちょっとフォーカスとか。こら。あ、こちらは大先生です。絶対嫌だ。貸して。すごいズームしてる。貸して。第一ダメだな。なんかあれマジマジな感じで。情熱大陸みたいな。てれってってんてん。あ、おはようございます。おはようございます。大地、自己紹介した方がいいんだよ。ああ、確かに知らない人たくさんいる。大地です。渾身の一発ゲームやって。渾身の一発ゲーム。あ、待って、渾身の一発ゲームやります。すごいでかい。これ、イチゴ大福や。右でチョップ、左でチョップ。10時10分前もなんか見たな、俺。じゃあライブの感想を一人一言、じゃあお前は後で。楽しかったです。はい、ありがとうございます。もう本当に、はい、ありがとうございます。おい、本当に5人のディッシュ最高だなって思いました。ありがとうございます。もう5人、はい、ありがとうございます。はい、はい、5人が大好きです。スラッシャーも大好きです。待っていい、どうした今までになりました。なんて言ってんだよ。ピーさん絶対やめろ。今までになりました。イエーイ。はい、僕自身もですね、すごい楽しかったです。この人がいる初めてのツアーだったので。いや、嬉しいですね、本当に。よかったです。まさきもなんか休養で休んでたりとか、いろんなことありましたけども、ね、本当にいいライブでした。ツアーでした。よかったです。うん、ではまた来週もご覧ください。またね。ディッシュでした。バイバイ。バイバイ。